元中国サッカー選手。日本のサッカーから学ぶことない。中国ファンの怒りが大爆発。中国ポータルサイト直巻派によると、元中国サッカー選手で、ユースの育成にも携わる毛建強さんは、生放送で日本サッカーについて、語った模様。毛建強さんは語る、たとえ日本のサッカーがどれほど進歩し、サッカー界でどれほどの地位を築いていたとしても、私たちは日本のサッカーから何も学ぶことはない、決して学ぶことはない、たとえ我々が7失点したとしても、彼らは非常によくやっている、ユースのトレーニングも非常に良い仕事をした、中国は独自の文化モデルを持っているので、私たちは日本から学ぶことはありません。この言葉を聞いた中国サッカーファンの反応がこちらになります。彼はバカなのか、それとも悪人なのか、どちらかだと思います。無学って本当に恐ろしいよ。我が国の文化と、他国の優れた青少年育成システムから学ぶことと、何の関係があるのでしょうか？彼のような人間が、ユース育成に携わっているのだから、中国サッカーが日の目を見ることはないだろう。こんなバカがユース育成に従事していては、中国サッカーは絶対に成功しない。彼は日本から学ばないのではなく、学び方を知らないだけなのです。実際、彼は日本のサッカーが、何なのかさえ理解できていない。こんな人に子供たちに、サッカーを教えさせないでください。またお酒の、飲みすぎですか？学びたくても、学ぶ能力がないんだよ。この人を見るたびに、飲みすぎているような気がする。日本のサッカーのレベルは、アジアで最も進んでいる。中国独自の文化モデルが、サッカーに適していないことは事実が証明している。他国からもっと学ぶか、サッカー自体をやめてしまうかだ。みんなが叱ってくれるのを見ると、安心します。